はい、皆さんこんにちは、パンサー450でございます。今週はですね、いつもだったらねドンズバ機材等を紹介しながらサウンド検証をやっていくんですが、今回はちょっと違いまして、タイトルにある通りね、これですね、ボスの C2W 技、これを使ってですね、ボーイのギターサウンドのうちのコーラスサウンドがこれで再現できないかということをサウンド検証していこうと思うんですが、まあ、なぜねそんなことを今回するのかと言いますとですね、まあ、我が家にはね JC40 があるので、わざわざねこんなコーラス使わなくてもボーイのねコーラスサウンドは出せるんですが、実はあのフォロワーさんの人でね、自宅にねジャズコーラスの JC20 ね、ここ載せますけど JC22 じゃないですよ、22であったらねステレオでインプットさせるし、コーラスがついているので問題ないんですが、どうやら JC20 っていうのはこのコーラスがね1と2、1段階2段階しかないらしくて、その1段階にしてもすごいコーラスが深すぎてね、ボーイサウンドっぽくないらしいんですよね。といってもあの昔のロックンロールサーカスとかジャストアヒーローとか、あの辺はねコーラスが深いので、その辺のサウンド狙うには問題ないらしいんですが、ケースボーイとかねそういうのに使うのにはどうしてもあの1と2ではねコーラスが深すぎるということで、このコーラスを買ってコーラスサウンドが再現できないかということで購入されたようなんですが、これを使ってもねボーイのねコーラスサウンドにならないそうで、できたらパンサーさんちで一度あの試しにね、これを使ってボーイギターサウンドの検証動画を撮ってもらえませんかという依頼が来たので、今回はその依頼に対して答える形の動画になっております。それではね今回の内容ですけども、まずはねこのコーラスサウンドを紹介しながら3パターンの動画を撮っていこうと思います。まずはね JC40 のコーラスに対してこのコーラスをモノラルで繋いだ場合の動画が1つ、2つ目が、ジャズコーラスのコーラスに対して今度はステレオでね、繋いだ場合のコーラスのサウンドと、一番最後はですねこの JC40 の裏側のね線のリターに繋いでこのコーラスサウンドと、JC40 のコーラスのサウンドがどれだけ違いが出るかというね検証をやっていこうと思いますので、コーラスサウンドにね興味ある方はねどうぞ最後までお付き合いください。はい、では行ってみましょうか。はい、それでは実際にね音を鳴らしていきたいと思うんですけど、まずはじめにこのコーラスのね 2W のモードがスタンダードっていうのが CE2 モードらしいんですけども、そのモードにしてレイトは12時、そしてコーラスのねサウンドがよくわかるようにするためにわざとディープをね3時ぐらいにして深みのねコーラスサウンドを聞いてもらいたいと思います。では行ってみます。サウンドを得られますけども、スタンダードの CE2 モードでディープ深くしてもそんなにめちゃくちゃコーラスかかってるって感じじゃないですよね。はい、続いてねこの CE2W のモードをねスタンダードモードから CE1 モードにしてですね、まあ、このモードがねジャズコーラスのコーラスに近いようなんですけども、そのサウンドを一度聞いてみてください。気持ちいいコーラスサウンドをやられますね。それではね、次はですねこれを切って次は JC40 のコーラスモードのマニュアルにしてですね、レイトとディープ同じようにしてねサウンド聞いてもらいましょう。どうですかこれ、 iPhone だと分かるのかな。やっぱねコーラスのねサウンドは似てるんだけども拾われ方が全然違いますよね。今度はですね技クラフト C2W のアウトプットをステレオでこう出力させて、JC40 のインプットにステレオでつないだ、コーラスサウンドを聞いていただきます。では行ってみましょう。これはなんかね JC40 のステレオコーラスっぽく聞こえますね。続きまして JC40 の今度はコーラス聞いていただきましょう。あ、それでもやっぱ若干雰囲気変わるかなって感じですね。やっぱねステレオで繋いでもやっぱ JC40 のステレオコーラスとは若干雰囲気が異なるかなって感じはしますけども、
はい、それでは一番最後の検証動画としましてですね、JC40 のステレオコーラスと上のセンドリターンにステレオでこいつを繋いであげてですね、そうすることによってプリアンプとパワーアンプの間にね、このコーラスが噛むことになりますんで、大体ね、このステレオコーラスと同じようなコーラスのかかり方がすると思いますので、その辺をね、検証しましょう。まずは、JC40 のコーラス、それでいきます。あとビブラードも一応やっておきましょうか。ビブラードもね、切ってビブラードね、うん、いい感じ。そしてこっちのモードをビブラードモードに変えて、うん、センドリターンもいいですよね。はい、ということで今回も短い動画でしたけども、皆さん楽しんで見ていただけたでしょうか。最後はまとめなんですが、今回ね、僕がね結構勉強になりました。というのもね、ジャズコーラスの裏のねループにねエフェクター繋ぐってことを初めてしたんで、まあ、そうやって繋ぐとね偉いもんで、なんでしょうか、プリアンとパワーアンプの間にちゃんとコーラスが噛むので、全くねこのジャズコーラスについてるコーラスと同じ効果が得られるんで、まあ、変な話、ここのねコーラスが壊れた場合、このコーラスを買って、裏のセンドリターンに繋いでやると、全くその JC の特有のコーラスサウンドが得られるんじゃないってことが分かりました。で、次はですね、このコーラスをね、ステレオで繋いでやっても全然ね、いい雰囲気が出ますけども、若干やっぱ、プリアンとパワーアンプの後にコーラスになってしまうので、ちょっと雰囲気が変わりますけども、そんなにね、悪くはないので使えるコーラスだと思います。それで一番最後はね、このモノラルで繋いだ場合のコーラスね、ここはどうしてもね、コーラスの雰囲気が全く変わってしまいますよね。というのもまあ、皆さんご存知と思いますけども、ジャズコーラスっていうのは、この左側がダイレクト音、右側がピッチをずらした、若干揺らしたね、コーラス音が出るんですけども、その空気感の空間合成で得られるコーラスなので、コンパクトエフェクターで繋いでしまうと、左右で揺れてしまうので、全然ね、やっぱその空間合成の雰囲気が出ませんので、どうしてもこの単品でね、モノラルで繋いだ場合は、ジャズコーラスの雰囲気は出せないのかなっていう感じが僕はしました。ですね、今回の打開策としてはですね、やっぱJC22 ではコーラスがね、調整ができないので、調整できるようなアンプといえば JC40 より上、JC22 もできるのかな、 JC22 を購入してみるとかですね。あとは一つ思ったのは、 JC20 がね調整できないんだったら、 JC20 のコーラスをオフにして、もう一台 JC20 を買ってね、2台でこのステレオアウトから2台にコーラスサウンドをつないで、これ使ってジャズコーラス雰囲気を出すっていうのもありじゃないかなと僕は個人的に思いました。そんな遊び方のね面白いかもしれませんよね。はい、まあ、今日はそんなとこでしょうか。来週はですね、また話を戻しまして、ドンズバ機材等を紹介していこうと思いますので、どうぞ来週もお楽しみということでございます。ではまた来週、バンサー450でございました。